京在住の上島直子です。家族は3人家族です。主人と男の子の息子がおります。家族3人ですけれども、とても仲良く毎日生活をしています。私の家族は、父母兄と私で4人家族でした。母は父は厳格な人だったので、非常に規律にも厳しく、しつけにも厳しい、なおかつ優しい父でした。私は小学校の時から演劇が大好きで、ずっと小中高大と演劇部にいました。で、20代の後半で、映画の仕事も1本映画に出たりとか、テレビのレポーターをいくつかやったりしたんですけれども、もう一つは、私は結婚が2回あるんですけれども、1度目の結婚の時に自分自身がまた苦しい思いがあって、そこで自分がこう自立をすると、子供がいて、母親として自立をしていくというところで、自分もチャレンジがあって、困難というかですね、そこで出会ったのがネットワークのお仕事だったので、ビジネスに関してはトレーニングということで、全国 のメンバーの方々のところに行ってお話をしますけれども、そこで話す内容と、それから実際、一人一人にお話しする内容っていうのは、また相手によって変えていくというようなトレーニングの仕方をしています。やっぱり相手のためを考えて、こういう仕事だと割と自分の、目先を重視してしまうところがあると思うんですけれども、常に相手の数字、相手のビジネスのことを考えて応援をしていくということが、ゆくゆくは自分の方にもきっちりそれが結果として現れるというふうに感じているので、アドバイスとしてはそういうふうになります。神社に出会ってから起きた日本の震災もあり、まず人を助けるというところにおいては、日本の方々のために、それからこれから私たちも大変な時代を生き抜いていかなければいけないので、健康と豊かさというところで、今現在困ってらっしゃる方のために、それから今後私たちがどのように年齢を重ねていくかというところのためにも、神社をまずは日本のためにですね、そこから、できれば世界中の人のために何かができればいいなというふうに思ってます。北インドのモリンガの、農園の、イメージをですね、いつもこうしながらいただくんですけれども、毎日朝爽やかな気分で一日をスタートさせることができるので、スマートミックスが大好きです。長所はですね、ポジティブであることだと思います。よく主人に私がよくいろんなことを確信持って言うと、それはどの辺がどうしてみたいな逆に質問されるんですけれども、自分の中では常に前向きな思いが作っているのではなくて、なんか湧いてくるので、ポジティブなところだと思います。私の祖母なんですけれども、小さい頃から、人間は性欲に惑わされるな、体欲を抱けと、神社ビジネスには、私の大切な人、それから大好きな人をお誘いしてますし、皆さんにもそういう人を、大切な人をお誘いくださいというふうに言ってます。